お、ツナさん何してですか。今ちょっとビール材を片付けてます。よいしょ。物をこれね。お、結構でかいっすね。これでかいやつで、小さいやつはみんな店頭の方に出てます。店頭の方にも結構たくさん VN 材出てましたよね。なんか3ケースぐらいですか。ね、今ちょっと片付けてるんで、まあざっと説明すると、これは薄皮、通称薄皮って言われてるやつで、これあんまりここに穴が開いて状態良くないんですが、あ、いたいた、ここが厚く見えるからこれ厚皮って言われてるんだけど、どっちも枯れて、ここね、枯れてくると結局ここが薄くなってから薄皮になっちゃうんだよね。ここのちょっと色変わってるポイントですか。もうちょっと厚いのがはっきりしたんだ。ちょっと下がって下がって。うい。そもそも VN 材ってのは何なんですか。ベトナムから持ってきた、産卵材で、あ、これ。ああ、この黒のとこですか。そう。これは熱いですね。熱いから熱かって言われてるんだけど、はい、どうも枯れていくとこうなるんだよね。ああ、もうないですよね。枯れ方が違う。木は一緒だけど枯れ方が違う感じかな。はい、こっちが厚皮で、こっちが。でもさ、これだってよく見ればここにあるもんね、ほら。あー、ここのちょっと色変わってるとこですか。ここの。これ。はい。若干色変わってますね、ここは。だからね、実際にはどうだかよくわかんないんだけどね。まあ、これとこういうやつのことで、まあ、この木はそもそも、もう何年かな、15、6年前に、はい。私たちがベトナム政府の植物検疫所に出入りした時に、向こうで一度飼育をする環境を作ろうっていう話が出た時に、はい、産卵剤がないんですかって言った時に、向こうにあったのはこれだったのね。へー。でそれを、はい、たまたま、まあ、植物検疫所に出入りをしていたので輸出検疫処理が出て、はい、輸入して日本で私たちが一番最初に売りました。おー、それがこれ、はい、ですね。でそれを、うん、何年前かな、20年近く前かもしれない。おお、前線に入ったか。そうですね。で、なんかよく言われてるのが、まあこういう、まあ、結局向こうのキノコ の飼育剤だから、こういう亀甲腺が出ちゃうやつもあれば、こういう綺麗なやつもあるよと、はい、いう感じで。綺麗なやつ。これ結構どっちも重いでかいから重いんだな。はい。で小さくなってくるとこんな感じかな、うん、まあ完全に薄皮で皮剥げてて、ちょっと亀甲腺的にこっち側であまり出てない、うん、で柔らかいかっつったらもう全然柔らかいよね、うん、爪のとこバッチリついちゃう。どこですか。ここ。ああ本当だ、ついてますね。ここにこのぐらいの硬さで、これだとなんか人によっては柔らかすぎ、うん、人によってはちょうどいい。これだとちょっと固めでつかないね、うん、つかない。これがいいって言ってる人も結構いらっしゃるんで。なるほど。ですね。で、全部がこんな感じで綺麗かというと、そうでもなくて、これは綺麗だよね、こういうとこが。うん。まあ、同じ山から同じように同じものが出、これも出ちゃうし、これも出ちゃう。うん、そういうことですかね。これなんかはちょっとこう、割れちゃってますけどね。これ何、クワガタに使えるんですか。なんか、ウエストウーティーをお鹿に使ってる人が多いんですけど、基本的にやっぱり大陸で採れてる、大陸の木なんで、はい、大陸のクワガタに向く。例えばそういうふうに、なんとか、そうだな、なんでもいいんじゃね、ノコでも、はい、鹿でも、はい、あとドルクスでも、なんでもいいと思うけど、VN 剤使った方がよく産むクワガタとかっていうのはいるんですか。まあ一般的には鹿クワと言われてるけど、はい、まあそれも日本の木でもいいやつもいるんで、絶対じゃないよね。ああ、違いますね。いや、基本的にはミャンマーのやウエストウッディとかの方が多い、はい、やっぱり値段が安くないんでということだよね。5500円。そう、値段が高いから使われる方も限られてきちゃう、はい、かなと。まあこんな感じだよね。これも5500円。太いから高いね、これね、はい、もっと安いのもあるから。おですよね。まあでもこのだってこうだよ、結構大きいっすよ、それなりに。確かに10センチ以上あるよね、ここね、はい、こっち、これがまあ10センチぐらい、これが12、3センチあるん で、はい、でこういうやつに限ったらもっと大きいっすよね、うん、だからまあなんともな。でかいっすね。でかいっすね。
一応輸入の時に、はい、ここの樹皮の部分がついてると植物検疫所の検疫所が必要で、はい、これ全部取っちゃって、まあ要はこういう状態になってると植物検疫所の検疫証明書がいらないんですね、はい、これなぜか環境省に問い合わせしていただくと分かるんですけど、これが樹皮がないと木加工品になって、これは天然木扱いで、はい、あこの状態だとはっきり検疫証がないと輸入できない。なるほど。で最近もしかして売られてる木の中でこれ全部剥いであるのがたまに見受けるのは、はい、全部剥がすとハンドキャリーで持ち込みができる。お検疫証がいらないから。検疫証なしで。でもこれがついてるとハンドキャリーで持ち込みできるんだけど、はい、必ず検疫を受けなくてはいけない、はい、っていう決まりなのね。なるほど。だからその検疫証が結構出してもらうのが大変だから、はい、全部きれいにして持ってくる人がいる。なるほど。で今ねこれね、まあ東京国際空港で検疫をするときにこう見せると向こうの税関の人が、はい、あ、はい、クワガタの産卵剤ですねってはっきり言われます、はい、でこれ剥がして持ってきても、はい、これ用途は何ですかって聞かれたときに、はい、やっぱり正確にクワガタの産卵剤ですって言わないと向こうの人は知ってるから、はいはい、例えば黙って持ち込もうとしても絶対バレますんで、はい、これがなければ持って帰れるけど、これがあったら絶対検疫証ないと無理です、はい、そんな感じかな、はい、これじゃあなぜ皮があるかあるとダメかというと、はい、この樹皮と肉の間に虫が入ってる可能性があるってことなんですね、はい、それを防止するためにゴキブリであったりとかクモであったりとかアリであったりとか入ってる可能性があるから、はい、まあこうなってこの下にいるってことだよねこれね、はい、だからダメってことですね、はい、実際なんかこう昔食ったような跡あるよねこれ、こういうの。ああこの辺とかですか。そうだけどこれ、ね、向こうで燻蒸作業してるから大丈夫なんですね、はい、で樹皮がある場合には必ず燻蒸してからじゃないと持ち込みができない。燻蒸って何ですか。ああそうだな、燻蒸って薬品は使わないんですけどサウナみたいなところに入れる。ああ熱で殺すってことですか。熱処理、そう、はい、熱処理したやつじゃないと、はい、持ち込み。あとちなみに産卵とかにおいて皮ない方と皮ある方だとどっちの方がいいんですか。変わんなくね。変わんないですか。多分変わんない。うん、そもそもこれってどうやって使うんですか。これは普通の日本で作っているクヌギ粉剤の場合だと、はい、大体何かバケツとか、水道水を容器に溜めて、はい、すっぽり沈めて6時間が標準で取り出してちょっと乾かして使うって言うんですけど、はい、これの場合だと平べったい容器に水を張ってこう立てた状態でこう入れて、はい、重さをで持ちながら決めていって、はい、割と重みだったらこうひっくり返して下まで乱心させて、はい、乾き状況を見ながら使った方がいいかな。じゃないと柔らかいからビチャビチャになっちゃうんで。あビチャビチャになっちゃうと抜けないですよ。抜けないっていうのは中入った水が出てこない、乾かせなくなる、はい、だからなるべくだったらこうやってやって、はい、ある一定までいったらあんまなかなか重いなと思ったらこうやってやって、はい、こっちから入ったやつがこっちに出てくるまで待って、そうすると全体的に水が回るんで、はい、でそのこう湿り気状態を見ながら終わりにしないと。だから大きさによって何時間がないよね。硬さによっても違うし、うんうんうん、で皆さんどっちかっていうとそんなにビチャビチャにしてる人はいないと思います、うんうん、これ柔らかいんでこれ芯が年輪がないんですよね。そうですね。だから崩れやすいんだよね。へえ。1年でこんなに太くなっちゃってるってことですか。あの暖かい国にある木を使ってるから年輪がない。寒暖差がないのか。そう、みんなないでしょ。ないですね。年輪がないですね。もっと分かりやすいとこれかな。ほらの変な縞模様の跡しかついてない、ね、これはノコの跡だね。あノコだか。こんな感じですね。ですの。ちなみにそのつける時間っていうか、なんかそのだから染み込み具合を見ながら、あちょっと重くなったなって体感で思ったらひっくり返すぐらいですか。そう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 、はい、もうすげえ重くなったら抜けなくなっちゃうから、はい、つけといて上まで染みてきたらもう抜けないかな、はい、そ下の方もっとビシャビシャになっちゃうから、はい、適当にやってひっくり返す、はい、まあ20分30分の人もいるぐらい。20分30分でもうつけ終わっちゃう。ひっくり返す、はい、つけるときは全身を沈めるとかではないですか。それをやると、はい、切り口の右と左から水が入ってっちゃうとビシャビシャになっちゃうから、はい、片側だけつけ立てて、はい、つけてひっくり返す。半分浸かるぐらいですか。そうするとその重くした方が下へどんどん下がっていくんで、それで重さを見る。ああ半分浸かるぐらいで、まあ、半分もつけなくて半分もつけないですか。4分の1ぐらい4分の1ぐらいくらいつけて
20分だか30分くらい、まあ、放置してちょっと持ってみて、あ、重くなったなって思ったら出してひっくり返して、そう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 、でまた下まで染み込んでいくのを待ってって感じですかね。そうです。なるほど。皮剥いたりはしないですか？皮は薄いからいらないでしょ。なるほど。で剥きたい人は加水してから。はい、ありがとうございます。 VN 剤が今少し在庫がございます。だいぶ値下げしました。買いやすい値段帯のものでこんな感じです。薄皮のちょっと、まあ、近くにいいですか？だいぶ質もいいものも多いと思います。はい、いかがぐらいですか？4400円とか一番安いともうびっくり値段の980円っていうのは結構ある。おー、まあ、こんな感じで、こんな感じだよね。この2つも980円ですか？そうです。これこっちが来てちょっと変、あの変色しちゃったよ、長期在庫しちゃったから。なるほど。まあ、こんな感じ。おー、でもちゃんと加水すれば使えますんで、はい。今までだとこの辺だともう何千、5000、6000、7000したのがみんなこの値段です。これは量はここにあるやつ。そうですね。でうちの場合はね、こういうのがねみんな B 品になっちゃうのね。あ、この割りになるともうこんな値段。おお、1980円ですね。ちょっと前だと考えられないね。あとね、 B 品なんかだとこういうなんか見た目が超悪いやつもみんな B 品ですね、はい、これこういうちょっとグズグズっぽいですね。ここがペコッとへこんで削れちゃうやつ。そうですね。で B 品も結構あるし、まあでも輸入してくるときに B 品になっちゃうのも結構あるんですけどね。でたまにごめんね、こういういわゆる厚皮って言われてるのなんだけど、はい、ここを見る限りだと厚皮なんだけど、こう横を見る限りだとそうでもないんだよね。おお、もっともっと枯れてたら本当はこういう風になったんじゃないのって。なるほど。え、なんとなく似てるでしょ。そうですね、まあ側面だけ見るとあんまり差はない感じがします ね。だけどまあ一応その扱うのもこの中にほとんどないけど、まあ大体これだけど、はい、こんな感じで混ざってます。まあこれも現品限りなんで一応処分品ですね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい。